じゃこんにちは。前回の広島カープに続いて、はい、はい、今回がヤクルト、はい、まあ、新戦力とね、はい、まず新戦力を入れた開幕オーダーがどうなるのか、はい、予想、まあ、予想だよね、はい、まず新戦力、はい、スニード投手、はい、ね、カーブ、スライダー、ツーシーム、うん、結構力投派のピッチャーだ。うーん、でホーム的にはちょっと体が突っ込み気味なんだよね、うん、ただしあの真っすぐはやっぱ力あるよ。155キロ前後ぐらい出るかな、はいはい、ただ体が突っ込むためにコントロールに難がある、はい、で高めに行く傾向があるんだよ。で神宮っていうのがマウンドの傾斜っていうのが非常になだらかで、うん、はい、高めに行く傾向があるんだよね、はい、だからここら辺がハマるかハマらないかっていうこともある、うんうんうん、ただし三振が多く取れる投手なんだよ、はい、高めを振ってくれるとね。ただ日本人のバッターって選球眼がいいだけに、うん、まあ、ここら辺を振ってくれるかどうかっていうのがね疑問なところなんだけども、はい、2020年18ゲームに投げて、はい、投球回数17回と3分の1に対して21の三振を取った、はい、まあ、イニング数より多く、うん、はい、だからまあボールに力があって高めを振ってくれることによって三振は おそらく取れてると思うんだけども、うん、ただやっぱこう10個のフォアボール出してるんだよね。17回に対しての10個のフォアボール、はい、だからここら辺がちょっと気になるところかなっていう、うんうん、でもこれまあハマってくれるとね、ピッチャーが苦しいだけにヤクルトがハマってくれるといいなっていうふうにまあ願ってます、はい、次に内野手のオスナ、はい、まあ中距離ヒッターだね。まあおそらく神宮を本拠地にすればホームランの出やすい球場だけに、メジャーで中距離ヒッターって言われてるのが、まあ、長距離ヒッターに変わる可能性もあるけどもね、はい、ただし初球から何でもかんでも振っていくタイプのバッターだけに出塁率が悪いんだよね。うん、まあ、振っていくだけにコンタクトはうまい、だから前にボンダが飛んじゃうという、うん、だから率もちょっと低いかもわからないけども、その分長打でカバーをしてほしいというね、まあ、選手特徴的には守備につけば肩は強い、でサードをおそらく予定してると思うけども、はい、肩が強いし、まあ、外野手に入っても肩が強い、はい、で野手でも150キロぐらい投げれるんじゃないかなっていう、だ内外野できるしユーティリティプレイヤーとしてヤクルトが怪我人が出た時に、はい、この選手が穴を埋めてくれる可能性が強い選手、はい、でもう一人、はい、サンタナ選手、はい、ボールを引きつけて反対方向に打てるんだよ。うん、でむしろ反対方向のホームランの方が多いんじゃないかっていうぐらいに右に飛んでいくんだよね。うん、右バッターで、はい、反対方向にかなり飛距離も出るしさ、はい、完全にパワーヒッターだというふうに言ってもいいと思う。まあ覚えてらっしゃるかどうかわかんないけども、東京ドームでアスレチックスとシアトルマリナーズが開幕カードをやった時に、はい、東京ドームでもホームラン打ってんだよね。だからまあ日本の球場とか日本をよく、まあよくは知らないかもわかんないけど、割とこう馴染んだという経験があるということだよね。まあそこでもホームラン打ってるしね。ただ問題は守備がちょっと悪い、非常に外野手としては緩慢というか、はい、こう特徴的にはね球際が弱い。だからちょっと映像で見た時に完全なボールを落球したりだとかさ、はい、だから走り方に問題があるのかなっていう、うん、走ってる時に多分ボールが揺れてるんだと思うんだけど、はい、まあ、そういうことに伴って落球があるというね、うん、だからそこら辺がちょっと心配なところだよね、はい、だからピッチャーが悪いだけに守りを固めなきゃいけないんだけど、ここら辺でエラーが出ちゃうと非常にちょっと辛いなっていうふうに思います、はい、で、はい、サンタナとオスナをスタメンに入れた開幕オーダーを予想してみました、はい、1番センター塩見、2番ライト青木、はい、3番セカンド山田、うん、4番ファースト村上、はい、5番レフトサンタナで、6番サードオスナ、はい、で7番ショート西村、はい、で8番キャッチャー西田、はい、で9番ピッチャー小川という、はい、でまあいろいろ考えたんだよね、はい、まあセンター、は
はい、安定感のある坂口とかいろいろ考えたんだけどさ、うん、やっぱ塩見っていう足も魅力あるし、まあ、昨年8本ホームラン打ってるし、まあ、今年の成長にもう一つ欠けるという。でこれはなぜかというとさ、サンタナが言ったように、あ、なるほど、守備にちょっと不安があるんで、うん、はい、より足の速い選手をセンターに置きたいという、いうことでやっぱり1番センター塩見、うん、で2番ライトに青木、うん、昨年まではレフトだったんだけど、はい、なぜライトに入れたかというと、やっぱサンタナの守備があまり良くないんで、はい、ライトでエラーすると三塁打になる可能性があるんだよね、うん、だからそのリスクを考えるとやっぱこう青木にライトを守ってほしくて、はい、2番ライト青木、はい、3番山田、4番ファースト村上っていうのはね、はい、ここら辺はもう鉄板でやってもらわなきゃ困るし、はい、でレフトサンタナ、はい、でサードにオスナ、うん、まあ、ショート西浦、これ疲労感になってくる可能性もあるけども、うん、まあ西浦がね、まあ、安定的にはいいだろうという、はい、でキャッチャーやっぱ打てる西田、はい、で小川という、はい、大体皆さんが考えてる打順だと思うんだよね、うん、あのこうなるんじゃないかという、はい、ここのポイントはポジションだよね、はい、青木をライトにして、やっぱこうちょっと守備に不安があるサンタナをレフト、三塁打よりは二塁打の方がいいでしょ、ね、ね、だからそういうリスクを考えるとサンタナレフトの方がいいかなという。まあこれ分かんないよ、はい、分かんないよ、村上がさ、あのサードやるかも分からないし、はい、まあだけどまあ普通に考えたらこうかなという、うん、でまあもう一人内川という選手がいるよね、はい、で阪神との開幕カードなんだけど、まあ、西がおそらく開幕戦投げてくると思うんだよね、はい、でソフトバンクの時代から西をあまり打っててないんだよね、あ、内川が、だからいや内川もスタメンにちょっと考えたんだけど、はい、まあ、開幕西だったら外した方がいいかなと、はい、まあ、今回開幕の予想、そう開幕の予想オーダーだから、はい、まあ、ここから変化も見せてくると思うけど、はい、怪我人があったりとかね、いろいろするけども、うん、まあ、大体こういう風な感じの開幕オーダーになってくるかなというふうに思います、はい、まあ6球団やったけどさ、はい、まあ失礼な話だよね、キャンプで一生懸命頑張ってる選手をさ、まあ、差し置いて開幕戦のオーダーを決めるというのをさ、はい、予想するっていうのはちょっと失礼な話だったかもわからないけども、はい、まあなんかね、もう開幕は待ち遠しいというかさ、はい、まあそういうことでいろいろ考えてたら、あ、ちょっと予想してみるのも面白いなという、うん、まあ、そういうことでちょっとやってみたけども、こういう楽しみ方もあるということでね、はい、まあ、新しい戦力もね、そうだね、まあ、紹介しつつだから、そうですね、うん、まあ、セカンドチャンネルでは助っ人外国人のランク付けをしてみようかな、うん、今年新戦力としてうん、そうだね、まあ、それもちょっとやってみたいと思います。はい、はい、じゃあどうなりますかね、はい、まあ、開幕は待ち遠しい、楽しみですね。はい。はい。